夢ラジオ第5629回、今日は令和5年10月21日土曜日です。時刻は午後0時半、横浜港北、穏やかな土曜日の午後始まりました。今日は朝方グダグダしていて、でお昼からはちょっと活動しないとと思って夢ラジオの放送です。午後3時からはオンラインの授業が今日は4つありますね。さて今回は参政党の矛盾、これをお話しいたしましょう。参政党の矛盾ですね。参政党が今抱えている最大の矛盾は、党員が政治に参加する、あるいは人々が政治に参加するという、そういう党是でありながら、実際の党運営はトップダウン、上から下へという、その方法になっている、このことなんですよ。本当だったら党員が全部決めるわけですから、執行部の選定も党の方針も打ち出す政策も党員が決める、こういうことですよね。ボトムアップというんでしょうか。そしてこのボトムアップこそ、実はポストモダンとも言えます。要するにそこでつながってはいるけれど、表面的にはいろんな意見が出、いろんな結びつきと切断が大きい、そして集合離散、次何が起きるかわからないという、これがポストモダンの社会システムなんですよ。それが起きるためにはボトムアップでなければならず、ですからボトムアップを掲げたという時点で参政党は非常にいい線いってる。ピープルズパワーってやつですよ。そしてそれが上を決める。一方でトップダウン、これはモダン、ポストがつかないモダン、つまりポストモダンの前、近代となります。で、近代というのは頂点に誰かがいて、そしてそこからの命令が降りてくるという、そういう社会システム、大雑把に言えばこうです。で、これの典型的な例が全体主義なわけですから、実は全体主義っていうのは近代の産物であると言っても過言ではない。また日本では今でも社会全体ではともかくとして、それぞれの職場で、学校で、地域の集まりで、もう全体主義があっちこっちで見られますよね。だからまだ近代やってるってことなんですよ。で、参政党っていうのはポストモダンの政党であるはずだったんです。いい線いってたわけです。それが受けた。ところが、まあ、去年参議院選挙で国会議員一人出して、神谷さんですね。そしてその後の党運営というのは明らかにトップダウン。そして非常に印象的だったのは、それまでの党首松田さん、この人をどかして、で神谷さんが自分が党首になります。そのこと自体は良いのですが、その説明がない、未だにない。モモレンジャーのお方、赤尾さんですね。赤尾さんも公認取り消しになった理由が未だない。なんか党員の方は、党員向けにはいろいろ話されてますというお話なんだけど、なんで党員に向けて喋って一般向けに言わないんだろうね。で、参政党の方をもって申しますと、今はまた過渡期なので、やっぱり党ができたばっかりで組織がしっかりしていない。だからそういうところでボトムアップをやっても収拾がつかなくなる。いや、それはその通りだと思います。その通りなんですよ。そしてだから今はある程度年限を区切って、神谷さんは2年とおっしゃってましたか、3年とおっしゃってましたか、まあ、その辺は今後次第なんですけど、それくらいの期間はやっぱり神谷独裁でいくぞと、
もちろん神谷さんは独裁という言葉は使わなかったけど、実際そうなってますね。参政党のボードメンバーは今、神谷さんの意思で動いていると言っていいでしょう。しょうがないと思います。今の参政党の状態ではね。ですから、ここに矛盾があると言っておきましょう。つまり、理想としては、あるいは党勢としては、ボトムアップ、ポストモダン、これを掲げるべき党であるはずなのに、実際やってることはトップダウン、そしてモダン。これ一体何やと。ですから、黒川さんたちの翼の党の妨害っていうのは論外にしても、参政党を一旦入って、それでやめて、で、アンチになって、逆恨みして、妨害してくるというパターンも見受けられますよね。で、そういう方々が言っているのは、ここなんですよ。この矛盾なんですよ。で、神谷さんたちは、これに対して、今はしょうがない時期だから目をつぶってくださいと。うん。しょうがないでしょう。ですから、参政党を見るときに、そうですね、今から2年でも3年でもいい。近い将来に参政党が本当に、神谷さん言うように、ボトムアップ、ポストモダン、ある程度リゾーム型のモデルを党内で作り上げられるかどうか、そして党員が、様々な意見を言い、でその意見を言ったことが全部通ったりはしません。当たり前ですけど、党員が言ったからって何かをそれがすぐ党に反映されることはありません。当たり前です。そんな世の中甘くないんです。世の中もっと大きいんです。ところがそのシステムが通っていて、で却下されるならされるで、こういう理由で今は却下しますという、それがしっかり上から降りてくるということ、うん、そして大多数の党員がある要望を掲げているならば、それが党の方針となるわけですから。で、その党の方針は誰が決めるのでなく、誰が設計、計画するのでなく、自然と湧き起こってくるもの、事前に予測できないものであるはずですよね。これこそモダンを超える、近代を超える方法じゃないですか。ポストモダンと言っていいですよ。だからこのポストモダンの参政党にとってのありうべき姿に戻れるかどうか、これがポイントですね。参政党の矛盾、しょうがないと思います。しょうがないが、いつまでもこの矛盾抱えたまま、ひょっとしてずっとモダン、こんな風になってきたら党員そして支持者の幻滅は大きいでしょう。参政党執行部はいつも崖っぷちですね。それぐらいの緊張感がないと、新しい政党を大きくすることはできません。